はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策動画の確率シリーズ第4弾をお送りします。で、今回この問題ね、取り上げますので、できそうな子はぜひね、動画を止めてチャレンジしてみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいのがあれば、今からね、自分の方が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、いつもはね、すぐ画面下げて、問題文外して解説やっていくんですが、今回ね、問題文が、ちょっとルールをね、ここで確認してしまいたいので、一回読んでいきます、問題文。サクッとね。で、ざっくり言うと、ABCD の、まあ、4種類のカードがあって並べてると。まあ、こんな感じね。ちょっと指でかいかもしれないけど、ここ、並べてあると。で、大小2つのサイコロを投げる。一回ね、投げると言っていて、で、大きい方のサイコロの出た目が X。で、小さい方が Y なんだけど、まず、その X、まあ、大きな方を投げて、出た方、こっちか。左から X 番目のカードと、それより左にある全てのカードを列から取り除きます。つまり、2が出たら、大きい方がね、2が出たら、左から1、2、ここと全部ピッて、左が全部取るよっていう。で、小さい方に関しては、それを右からやるよっていう。だから小さい方が3出たら、右から1、2、3、ここまでをシュッて取る感じです。っていうのがルールとなっております。じゃあちょっとね、ここで画面下げますね。ちょっとお待ちください。いくよ。ほいさ。もうちょい。この辺かな。よっしゃ。じゃあ行きましょう。で、今回この確率は受験問題またね、使わせてもらってるんですけど、結論から言うとめちゃくちゃ難しいっていうタイプではないんです。けれど、つまずく子が出てくる可能性があるタイプの問題を、なので取り上げたんですけど、今回。で、まずね、1番がちょっと厄介なんですよ、これ。で、何かっていうと、その取り除かれずに、残ってるカードね。今、最初2、3で説明したから、例えば、2枚取って、3枚取ったら残ったのが、1、2、3、4、5、6、7、8か。8枚残りますけど、それが残ったカードが5枚の時、Y を X の式で表しなさいっていう。で、確率じゃないんかいっていうね、問題なんですけど。で、ここが、まず、Y を X の式で表しなさい。まあ、1時間数とか2時間数でよく見ますね。この表現というか、出され方。なので、これ出されたら、答えとしては、Y イコールホニャララで答えます。だから、2時間数やったら 5X2 乗とかさ、1時間数なら Y イコール、マイナス 3X プラス5とかありましたけど、あんな風に答える。で、今、Y が、その、小さい方のね、サイコロはこっちから取り除くでしょ。で、X が大きい方のサイコロでこっちから取り除くじゃないですか。で、Y イコールで答えなきゃなって、そこにちょっと考えを持ってかれると、Y か、こっちの小さい数が、この大きな数、左側ね、こっちとどういう関係性、どうしよう、みたいな風にちょっと迷い込む、可能性があるんだよね、この問題。でもちょっと発想を、変えてしまって、結局、5枚残したいんだよね。で、5枚残す、例えばどんな状態かっていうと、じゃあこっち、じゃあ、ま、出てるよね。あ、OK、OK。5が出たとします。大きい方ね。なんで、1、2、3、4、5枚取り除く。で、5を残したいんで、じゃあ小さい方は3だよね。3。1、2、3と。なれば、1、2、3、4、5って残るじゃないですか。で、これ、考え方を変えたら、結局13枚のカードなんだよね、今、13枚。5枚残すってことは、8枚取ればいいんだよね。言い換えればさ。8枚取るってことは、これ、X と Y を足して、8が出ればいいんじゃねえかっていう話なんですよ。結局さっきも言ったように、取るカードが合計8枚だったらいいんだよね。今、5、3でやりましたけど、3、5でもいいし、4、4でもいいわけですよ。4、4で取った場合でも5枚残るから。だから、こうやって持っていくの。先にここじゃなくって。で、これを考えて、じゃあ、こっからこの形に持っていけばいいんだって。Y を X の式で表しなさいって書いてて、これ書いたら×くらいます。これは絶対 Y イコールにしなきゃいけないからね。なので、X をこっち側持ってきて、Y イコール、マイナス X、プラス8で、これでもう丸なんです。これ終了ね。っていう感じ。だからまあ、X と Y、大きいのとね、小さいのが両方足して8出ればいいじゃんっていうところにまあ持っていければそんなに苦労はしないんですけど、
ここに行くまでにつまずく、まあ、可能性はあるかなと思います。これが1番ね。で、2番が取り除かれずに残ってるカードの種類だね。まあ ABCD4 種類ありますけど、その種類が3種類となる確率を求めなさいという問題です。で、これはですね下かな、下ちょっと使っていこうか。まあ、色が分かれてるんで大丈夫かな。で、まあ3種類残したいんですよね。で、まず大前提として大事なのが、今回サイコロ2個使ってるわけですよ。で、確率の問題、まあ受験とか模試で出てくる中学、高校受験とかのね、レベルで出てくるレベルだと、やっぱり基本的には難しく見せてるっていうものが多いの。確率の問題っていうのは。で、今回もちょっとそのタイプね。問題文が長くって、こうカードとか並べてる。ああ、もう見た目難しそうみたいな感じがするんだけど、実はそうじゃないっていう。で、結局、使ってるのは、サイコロ2個なんだよね。で、自分のね、中2の確率の動画も撮ってますけど、サイコロ2個とか、コインとか、カード、色玉とか、くじ引きとかありますけど、確率の問題ってそんなにパターンが多くないのね。で、サイコロ2個って言われたら、全部で36通りってもう決まってるんだよね。6636だから。例えばコイン3枚だったら8通りしかないみたいな、決まってるわけですよ。だから、最後答え出すとき、36分のほにゃららって、そこはもう決定なの。サイコロ2個だから。じゃあ、あとは分子、何パターンあるのかっていうのを探したい。で、ちょっとごめん、ちょっと消すね、これ。自分のね、場合、サイコロ2個っていうのは全部樹形図を書いたら、11、12、13、14、15、16、2の時、21、22って36パターン出てくるんですけど、全部書くと時間持っていかれます、これ。だから、サイコロ2個の時は全部書かないでください、樹形図。じゃあ何を書くかっていうと、これ樹形図の左側の数字丸つけるの癖なんで、あんま気にしないで。これ俺の癖なんでね。例えば、これ左側大きい方です。大きい方が1出た時に、小さい方何が出たら今回該当する、当てはまるのっていうのを確認すればいい。で、結局、残ったのが3種類になりたいんだよね。1出た時っていうのは1個消えてるんです、ここが。でも A は生き残ってるよね。3種類残すためには、いきます。1出ても、これ ABCD4 種類残ってる。2が出ても残ってる。でも、3が出てくれれば、ABC の3種類になるから、あ、1の3 OK じゃんって。同じく1の4まで消えても OK。1の5も OK。でも、3、4、5だね。でも1の6が出てしまうと、C まで全部消えちゃうんだよね。そうすると AB の2種類しか残んないで、あ、6はダメなんだな、みたいな。こうやって、まあ、全部結局確認はしてるんですけど、書くのは、まあ、当てはまるやつだけ書いていけばいいかなと思います。自分はね。で、そうするとちょっと規則が見えてきて、2です。こっち、もう一個消えます。でも、A が残ってるから、結局右側って同じだよね。3、4、5。D は消えなきゃいけないけど、C が消えちゃまずいから6は入らないっていう。で、3の時。これもここまで消えます、左が。でも A は残ってる。だから同じなんだよね、結局。3、4、5。こうやって。じゃあ4の時。ここまで消えたから今度話が変わるんだよね。A がなくなってしまったので、BCD ですでに3種類なんです。だから、D が消えたらまずいの、今度は。1だったら D 残ります。2も残る。でも、3が出たら残らなくなるので、結局4、1、4、2。ね、4が出ても5が出ても6が出ても意味がないからね。で、5の時。もう1個消えます。でも B は残ってるから、結局同じだよね。1と2が出れば3種類残る。で、6の時。これも、ここまで消えるんですけど、B は残ってくれてるので、だから、1、2だったら BCD の3種類が残ってるから、1、2となります。これでもう全部確認終了。で、数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15ですね。なので、分母は36ってさっき分かってたから、36分の15入ってる。で、約分します。これ約分忘れ。気をつけてね。3で約分できるので、
答え12分の5となって、今回はこれで終了となります。まあ、冒頭でもね、ちょっと話をしましたが、この問題、そんなに難しい方ではないです。まあ、いろんな問題今解いてるんですけど、その中でもね。ただ、出てこない子は出てこないと思います。数学が得意な子だとしても。なのでね、まあこう、なんだろう、確率の問題って基本的には、取ってほしいんです。数学苦手な子も受験問題の時にね、取ってほしいとこなので、こういうとこでね、え?ってつまずくこともあると思うんですよ、実際。でも、こうやってちょっと変わったタイプの問題にはなりましたけど、この1番とか。変わってますけど、ここで経験しておけば、もしかしたらちょっと似たのが出たとか、なってね、ラッキーパンチが出たら嬉しいなと思って、今回ね、この問題を取り上げさせていただきました。では、今回は高校受験対策の確率シリーズ第4弾お送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、引き続き、まあ、確率シリーズだったりとか、他の単元もね、取っておりますので、もしよかったら、そちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。